はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。このね、事故物件住みます芸人っていう人がいるんですね。松原谷志さんという方なんですけど、あの僕もね、あの YouTube で知りましたけどね、あの別に探して知ったわけじゃなくて、昔日刊現代チャンネルというのがあって、そこにですね出ていたんですね、私が。でその時の日刊現代チャンネルでですね、最もですね、こうあれ回数を集めた、視聴回数を集めてるのはこれだった。なんやろうと思って 1,2 本見たことありますけどね。でずっとそのカメラを据え付けてですね、何が起こるかっていうのをですねやるんですけど、別にカメラの中には何も映りませんね。はい。松原谷志が明かす最も怖かった体験、本当に怖いのは生きている人間ですって。よう分かりませんけど、飛ばしまして、僕は事故物件に暮らしているわけですが、今の家は17軒目になります。そこはリフォーム業者の人が風呂場で人影を見たと言っていた物件です。いや怖いとこ住んでるやん。別の部屋のリフォームをしている最中に電球が割れたため、他の部屋から借りてこようと思って、その部屋に入ったところ黒い人影に遭遇したと、後で聞くとその風呂場で人が亡くなっていたそうです。いやいやほんまにも。という物件を今まさに僕は借りてるんですよね。僕自身は今のところその家では何も遭遇していないんですが、笑い。事故物件に住んで一番怖い体験をしたのは忘れもしない2年前、13軒目に借りた家のことです。築30年のありふれたワンルームマンションでした。入居初日は寝具を持ってきていなくて、近所の人が寝袋を貸してくれることになったんです。取ってくるから待っていてと言われ、僕は一人でその家にいました。すると5分後に玄関の扉をノックされたんです。戻ってきたかなとドアを開けたものの、誰もいない。不思議に思いつつドアを閉めたら、今度は天井からどんどんと音が鳴る。その上の階を見に行ったら屋上になっていて、誰も住んでいないし誰もいない。最怖いな。再度首をかしげながら部屋に戻ったら、近所の人が来ていました。それでさっきノックしましたと聞くと、いや今来たね、ノックしてないですよと。とベタな体験と思われるかもしれませんが、これはゾッとしましたね。後で聞いたところ、この物件の周りは事故物件だらけで、当時同じアパート内に6人が亡くなっていたんです。悲鳴が聞こえたこともあるんですけど、どの部屋から聞こえてくるのかわからないんですよね。住人の声が霊の声かわからない。実際に住んでるとそういう体験が日常茶飯事になるんです。こんなとこよう住むわほんまに。これは兄の話なのですが、あまり印象に残り、後日僕自身訪れた場所があります。それが奈良県奈良市の名阪国道上にある高峰サービスエリアです。兄の運転で友達3人とスノーボードに行き、帰りにこのサービスエリアに立ち寄ったそうです。女友達がトイレに行きたいというので車内に待っていると、彼女が慌てた様子で戻ってきて、すぐに車に入れてと。どうしたのかと思ったら、トイレの入り口の洗面のおばさんが手を洗っていたの。こんな寒い真夜中にたった一人で、私が用を済ませて出てきてもまだ手を洗っているの。しかも入り口に森潮があって怖くて走って戻ってきたのと。兄は不思議に思いつつ、そうすぐに車を発進させたそうです。しばらく後部座席で友人2人が会話していたらしいですが、突然声が途切れたと。ルームミラーを見ると顔面蒼白で固まっている友人たちの姿が、そして2人の間にローンバが座っていたそうなんです。マジかよ、おい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 、誰かが声を出したら襲ってきそうな緊張感、刺激をしないように全員黙ってしまったそう。何をされるかわからないから動くのすら怖い。これが本当の恐怖ですね。車内のように身動きが取れない状態の中で霊が現れたら何もできないというのがリアルがな、というのがリアルなんです。兄もかなり驚いたものの、名阪国道のこの辺りでは日本有数の死亡事故多発地帯、パニックになったら大事故になる、必死で平常心を保ちながら運転を続けたのです。するとその老婆は少しずつ兄に近づいてくる。白髪が肩にふさっと当たる。それでも前を見て運転を続け、田代トンネルに入った瞬間に老婆は消えたそうです。その間約33分。
その話は僕その話を聞いて僕も行ってみたのですが、その頃には女子トイレは建て替えられ、残念ながら会議はありませんでした。何やん、怖いというより不思議な体験をしたことがあります。あれは愛知県豊田市の M 公園にあるお堂でのこと。ここには地下室があって、そのお堂で建てた人の墓、そのお堂を建てた人の墓があるんです。線香代わりにタバコに火をつけて備えるという暗黙のルールがあったので、僕もその通りにしたのですよね。すると気のせいかもしれませんが、タバコに火をつけた瞬間、空気はヒヤッとして、地下にいるのに風が入ってきたんです。その後は何事もなく外に出たのですが、前方からやはりお堂に来たであろう大学生のグループがやってきたんです。深夜2時くらいだったので、僕がいたら怖がるでしょうから、懐中電灯を左右に打って僕がいることを伝えました。でも彼らは僕に気づかず目の前を通り過ぎてしまったんです。僕に気づかなかったというか、まるで見えていなか、いないかのようでした。後日私も M 公園のお堂に入ったことがありますという女性からこんな話を聞きました。まあいいわ、ちょっと怖い話ばっかりやん、ほんまに。牛の国周りの話を書いてありますね。僕としては不思議な現象が起きた方がありがたい、笑い。怖い体験をするとアドレナリンが出るのかワクワクするんです。だから物理的に襲ってくる人間の方が怖いですよね。その襲ってけえへんって、普通人間は。それに生きている人間の方が怖いって日頃から思っていますから、その心持ちようが心霊現象に対する防御になっていると思いますね、と。なんかようわからん。プロフィールが書いてありますね。松原谷さん。1982年兵庫県生まれって、今41歳でいらっしゃいますね。2012年から事故物件に住み続け、現在17件目。心霊スポットも200箇所以上を巡る。主な著書に事故物件怪談、怖い間取り、二見処方シリーズ、新刊に怖い食べ物、二見処方って。なんや、この人芸人なん、ほんまに。芸できんのネタできんの、ネタ知らんけど。いやいや、ほんまになんかもう夏っぽい話やん、ほんまに。ですね、私自身はですね、そういう体験は一つもない人間なんですね。こう不思議な超常現象みたいなこと全くないですね、全く。一回だけね、神津島というところに行った時にですね、昔も24、5の時ですから、もう36年、6、7年前ですけど、神社に行ったんですよ。その神津島にマンション建てるって言うんでね、じゃあ現地調査やとか言って、東海汽船乗ってみんな4人か5人で行ったんですよ。広告代理店 の上司と同僚たちと。の神社に行った時にね、そのものすごく怖かったんですよ。何ここみたいな感じで。ほんで出てきたんですけど、他の人に聞いても何も感じひんって言って、いやちょっと霊感があるっていう女の子もいたんですけど、何か感じたって言ったら何も感じひんって。俺だけか、気のせいかと思ってるんですけど、まあ、それぐらいですかね。何かイエーわーと思った感じがしましたね。気のせいかもしれません。はい、実は最近ね、私も売却相談会とかやってるでしょ。その関連でね、事故物件扱ってるんですよ。ほいでね、一つは完全な事故物件で、もう一つはこれは本来なら事故物件ではないんですけど、念のために告知しますっていうのは僕ら良心的ですからね。自然死なんですけども、でもそこで亡くなったという、誰にも見とられずに亡くなったという事実があるんで、ですね、まあそれは念のために告知しますってやってるんですけど、まあ難しいですね。言うたら嫌やっていう人が何人かいたみたいですね。僕は直接やってませんけどね、だから気になる人は気になるみたいでして、人間必ず死にますからね。で昔はみんな自宅で死んだんですよ。今はほとんどが病院で死にますからね、でも自宅でね、誰かに見取られて死ねばそれはそれで普通なんですよ、事故物件にはなりません、でもその自宅でお一人で亡くなった場合はですね、一応は後でこう警察も呼ばなあかんのですよ。
でもそこでですね、自然に亡くなった、つまり病気とかで亡くなったんであれば別にそれは事故物件にならないんですけども、やっぱり嫌がる人はいますね。まあ、あとね、その何日いたかっていうのがあるんですよ。やっぱりね、だんだん腐るんですよ。そうするともう一月も置いてあったら結構匂いが残ったりするんですね。今やったらもうアウトです。冬はマシですけどね。まあそういうこともございます。はい、ということで、このですね、今、なんかだいぶ読みましたですね、谷主さんのサイトを一応貼っておきます。見たい方は見てください。はい、皆さんどうもありがとうございます。